エリモ・ハリアーは、日本の元競争は、2005年から2007年にかけ、函館記念において、中央競馬史上3頭目となる、同一平地重症競争3連覇を達成した。馬名の由来は、冠名、社名、2歳児の2002年4月に巨勢手術を施され、1馬となる。11月にデビューを果たすもこの年は3走して6着が、最高だった。デビュー戦のみ、 山本新一名義でその後は岡本治名義となった。2003年、3走した後の8月に岡本博士公名義となる。デビューから8戦目となる未勝利戦で、初勝利を挙げ、10月には3歳、以上500万円以下のレースも制したが、その後の3走は3着が最高だった。12月より山本俊春名義となる。 2004年、6連敗を喫したものの、6月以降に、ミホのブルボンメモリアル、日高特別、北野特別と1000万円以下の競争を参照し、格上挑戦で、初の重賞となる福島記念に出走。単賞小判人気だったが急着という結果に終わった。2005年、5連敗を喫したものの、7月に、ともえ賞を制しよ約オープン馬となると、続く。 函館記念も静止重賞初勝利を挙げる。騎手を務めた北村光平にとっても重賞初勝利となった。その後は朝日チャレンジカップ、カシオペアステークスで2着になったものの勝利することはなかった。2006年、金車地賞で3着となった後前年と、同じく友江賞に出走し2着となり、函館記念では一番人気の指示に応え連覇を成し遂げた。 しかし次に出走した札幌記念では5着に終わり、サマー2000シリーズ初代チャンピオンの座を逃した。その後屈つけにより療養することとなった。2007年10ヶ月ぶりの復帰戦は、ともえ賞となったが最下位の11着と大敗。3連覇を目指して出走した函館記念では7番人気と、低評価ながらレースを制し、1年ぶりの勝利により、JRA 史上3投目となる。 同一平地重を3連覇を成し遂げた。その後は一旦放牧に出されたが、札幌記念では8着、オールカマーでは後方から追い上げたものの先頭を行く2頭に及ばず3着、続く毎日王冠でも4着に敗れた。その後第1希望で、香港カップ、第2希望で、香港バーズに予備登録を行い、陣営は出走に意欲を見せていたが選出されず、代わりに、 第27回ジャパンカップに出走するも12着に敗れた。2008年は金シャ地賞から指導したが17頭立ての16着に敗れた。残る1頭は競争中止したローゼンクロイツだったため実質は最下位である。続く、函館記念で史上初の JRA イツ平地重賞4連覇に挑んだが当選キャプテンの4着に終わった。 その後も連戦したが5着以内に入れず、この年から千馬も出走可能となった秋の天皇賞では13着という結果に終わり、11月4日に集ま、トレーニングセンターにリフレッシュ放牧に出された。2009年は、例年函館記念が行われる函館競馬場が改修工事中であり、大体開催となる札幌競馬場への遠征は行わなかった。 七夕賞から復帰したまま2000シリーズに挑んだが、追い込んで5着になった、小倉記念以外は2桁着順の大敗であった。10歳となった2010年も、現役を続けた、金社地賞で復帰、道中は、中段のやや後ろからレースを進めるも、最後の直線では全く伸びず11着に敗れた。続く、函館競馬場グランドオープン記念では最下位の16着、七夕賞では、 後位中断追走も失速し14着と大敗した。続く、函館記念で史上初の JRA 同一平地重賞4勝目に挑んだが、マイネルスターリーの13着に終わった。このレースを最後に、8月8日付で、日本中央競馬会の競争馬登録を抹消され、競争馬を引退した。引退後は、函館競馬場で乗馬となり、2011年からは誘導馬を務めていた。 2018年の函館開催を最後に誘導馬を引退し、ホースガーデン白井でつなぎをされることになった。2014年の函館記念の日の、準メインでは、JRA60 周年記念競争として、函館記念カチューマの中からレース名として、ファン投票で選出され、函館の名優、エリモハリアーカップとして施行された。またハリアーは、函館記念の誘導では、特別に、 箱館の名優と記されたゼッケンを着用している。2018年12月14日、超縁により死亡。ありがとうございます。